皆様はじめまして、私船井総合研究所の木村と申します。この度はですね、シニアビジネスに新規参入を考えていらっしゃるですね、経営者の皆様に向けて、このシニア向け空き家活用ビジネス事業成功のポイントと題してですね、お話をさせていただきます。でそもそもですね、このシニア向け空き家活用ビジネスのお話をする前にですね、高齢者の方々の住まい選びの現状というところからお話をさせていただきます。で現在ですね、自宅でご生活をされている高齢者の皆さんにとってですね、次自宅を引っ越してどこかに移るとなった場合にはですね、基本的に老人ホームであったりとか、いわゆる介護施設ですねに移られる高齢者の方が、ほとんどだというふうに、現状そうなっているんですけれども、今ですね、少子高齢化の中で高齢者の方の数というのはどんどん増えてきています。で一方で介護施設老人ホームの数というのももちろん増えてきてはいるんですけれども、どうしても供給が間に合っていないですとか、施設は増えているんだけれども介護士介護スタッフとしてのなり手がですね、なかなか増えていかないというようなことで、未だに需要過多であるというような現状になっています。で、そういった中でですね、基本的に人気な施設、どういう施設かといいますと、例えばご夫婦で入居できる、要は夫婦部屋があるような施設ですとか、あとは月額12万円ぐらいの施設、一般的にはですね、老人ホーム介護施設というのは平均でも月額15万から20万円ぐらいの費用がかかってくる施設がほとんどですね、ですので、比較的ですね、定額でご生活いただけるような施設も基本的に空きがなくて、入居するにはですね、待機をして次の空きが出るまで待たないといけないというような現状があります。で加えて例えば外出自由で、比較的自由にですねお過ごしいただけるような施設というのも非常に人気でして、そういった施設も空きがないと。で残っている施設というのが、基本的にはですね、重度者の方、例えば寝たきりの方ですとか、1人で、食事であったりとか入浴排泄といったようなことができない方、できない方向けのですね施設ですとか、あとは費用的に月額25万円30万円ぐらいかかるような施設というのが、空きが目立つような状態です。でして要はまだ比較的元気なんだけれども、ちょっと自宅での生活は厳しいかなというような、低介護度のですね、高齢者さんや、月額15万20万円以上もちょっと支払えないような所得の低い高齢者さんの行き場となるような場所と、施設というのは、ほとんど今市場にはないというような現状があります。で、我々がですね、おすすめさせていただいているこのシニア向け空き家活用ビジネスといいますのは、食事介護見守り付きで、月額ですね10万円程度でご生活できる物件を整備していきましょうというようなビジネスになります。でそもそもですね、この整備する上で活用する物件というのは、新築で例えば何千万何億と投資をかけて、用意するのではなくて、一般的なですね、アパートやマンションでなおかつ一般のお客様には敬遠されやすいような物件ですね、要は築年数が20年とか30年以上の物件ですとか、あとは、駅からのですね徒歩が20分25分以上かかるような物件を活用して、その物件をですね高齢者向けの住宅として転換していくと。でそれで集客入居付けを行っていくビジネスになっております。で、そもそも高齢者の方々がですね、転居をお考えになられる要は自宅から移られるきっかけでどういう理由が多いかというようなお話なんですが、もちろん一番、頭にあるようにですね、介護が必要になったためという理由が、73.4% という中で、これら要因の中でですね、比較的多いかなというところです。要は、
介護が必要で自分で一人でですね身の回りの生活を行うことが難しくて自宅では生活するのが難しいから施設だったりとか老人ホームに移りたいとお考えになる方が 73.4% いますよと。でこれよりもですね多い理由というのが一人暮らしが不安になったためというような理由でですね自宅から移り住むことを考えられる方も非常に多いということですので必ずしも寝たきりとかですね車椅子の状態にならなくても比較的元気な状態であってもやはりお一人での生活に不安を感じている高齢者さんは多いというようなお話ですね。でそういった高齢者さん今全国的にですねかなり増えています。で65歳以上のですね高齢者の方々は今日本全国で約600万人を超えてさらに今後増加し続けるだろうというふうに言われています。でここまでのお話を簡単にまとめます。で各3つの項目ですねまず誰にというところですが、まず行き場のない高齢者様で具体的には介護度の低い方々、要は比較的元気な高齢者さんでなおかつ月額15万円20万円といったような費用が払えない所得の低い高齢者さんを対象にして何をというところですね、介護サービスであったり食事そして見守りサービス月で月額10万円で生活できる住まいをどうやってというところですね、空室の目立つ民間住宅アパートやマンションを活用して、事業を展開していくサービス高齢者さんを集客入居付けしていくサービスというのがこのシニア向け空き家活用ビジネスのですね、簡単な概要というところになってきます。で、こちらの事業もうすでに展開をされている会社様がですね、全国に、数多くある中でですね、最も大きく事業を展開しているのがこの北海道のですね、札幌市にありますワンダーストレージホールディングス株式会社様になります。でこちらのですね会社様の方は札幌市で元は訪問介護事業をやられていた会社様になりましてでその中でですね、やはり訪問介護となりますと1回1回高齢者様のお宅に移動をしないといけないというところを非効率に感じられてで一般的なアパートやマンションを活用してですね高齢者さんを入居付けでその高齢者さんに対して訪問介護サービスを提供し始めたのがこちらの会社様になりますがわずかですね創業10年で今ではですね入居者の数が1000名を超えているような状態になります。でさらにですね今は訪問介護事業だけではなくて入居者の方に対するですね配食サービスですとかあとは見守りサービスまたは訪問鍼灸であったり訪問看護といったようなですね、保険内外の事業を問わず今では約9つのですね事業を展開していく中で収益を拡大させているというような形になっております。で今モデル企業の方のご紹介をさせていただきましたが、そもそも今こちらの動画をご覧いただいている皆様がですね新しい事業新規事業を導入していく参入していくことを検討する上でですね、考えるべき5つのポイントというのをご紹介いたします。で皆様にぜひ考えていただきたいのがこの5つ。まず1つ目が市場性ですね。そもそもこの事業ニーズがあるかどうかこれを求めている人がいるかどうかというところですね。で2つ目が収益性になります。やはり事業立ち上げてもですねそれで収益性が担保できなければ事業を展開していく続けることができなくなってしまいますので粗利を確保できるかどうかそして初期投資ですね投資額が適正かどうかというところもしっかり見ていただきたいなというところでございます。で3つ目が実現性というところでして人、物、金、情報ですねこの4つの点において自社に揃っているかどうかもしくはそれを今後確保できるかどうかというところも見ていただきたいと。で4つ目が競合優位性ですね。要は新規事業を参入するときは
レッドオーシャン、要は競合がひしめいているようなところではなくてブルーオーシャンを狙えというような話もありますが、自社がですね参入されようとしている証券エリアの中に、まあ、競合がいるかどうかで、競合がいたとして自社に差別化できる要素があるかどうかというところも考えていただきたいところです。で最後5つ目が理念との整合性というところでして、まあ経営者の方ですとかもしくは会社としての理念に新しく始めようと思っている事業が沿っているかというところも確認して、以上の5つを総合的に鑑みながら新規事業の参入をご検討いただきたいというところですが、まあ、これをですねシニア向け空き家活用ビジネスに置き換えて考えますと、まず市場性の部分ですね、まあ、先ほども お話をさせていただきましたが、まあ、行き場をなくしている高齢者さん今全国数多くですね増えてきていますよというお話をしました。で一方でやはり高齢者の方の数は増えていますが、それ、20代から60代ぐらいのですね方の数というのはどんどん減少していく中で、一般的な賃貸物件というのは非常に空きが増えているというところで、住まいの確保もある程度容易だろうというところです。で、そういった中でですね、まあ、行き場のない高齢者さんを救いながら空きが増えて困っているオーナーさんにもですね、何らかの形で物件をお借りすることでサポートできるというところですので、社会的にも意義のある事業ではないかなというふうに思っております。で収益性に関してですが、これはですね、まあ、それこそ新築で、老人ホームや介護施設といった物件を建てるわけではありませんので、まあ、初期投資かなり抑えることができます。で、営業利益としてもですね 60% というところで、かなり高いですね営業利益率を実現できるというところになっています。で実現性に関してですが、基本的なモデルとしてはですね、必要になるのは専任営業マンだけというような形になります。で、まあ自社のですね本業と絡めながらというお話になっていきますが、例えば配食とかですね見守りサービスというのは最初のうちは外部委託とか、まあ、要は入居者さんに必要なサービスというのは基本的には外部委託も可能ですので、最初のうちはですね全て入居者に対するサービスは外部に委託をして、自社では家賃収益のみをポイントとするというような事業の展開も可能になります。で、競合優位性の部分ですが、これはですね、まあ、基本的に先ほどもお話した通り、老人ホームや介護施設は数は増えていますが、そこに入居できない高齢者さんの数と、入居者さん、高齢者の方というのも非常に増えていますので、まあ、市場的にもまだまだ空白があります。で、そういった中で、まあ、新築で物件を建てるわけではありませんので、かなり投資額も抑えながらスピード展開というのも可能になります。で、そういった中で、まあ、幅広い住まいの紹介ですね。要はエリアであったりとか、まあ、付近の環境等を充実させていくことで、差別化も可能性と。差別化もしていくことができますよというところです。で最後理念との整合性というところですね。これはまあ市場性のところでもお話をしましたが、まあ、地域にとって社会にとってですね、そして何よりも高齢者の方にとってもしっかりとしたサポートですね、意味のある事業になるのではないかなというところです。で、まあ市場性ですね、先ほどもお話しした通り高齢者さんの数どんどん増えていますが、その高齢者の方を支える労働者人口というのはどんどん減り続けているような中で、高齢者の方の自宅での生活というのはますます困難になってくるというようなところになります。でこのシニア向け空き家活用ビジネスに関してですが、まあ、今後さらにですね、高齢者の方の数というのは増えていきますので、まあ、市場としては2025年以上から要は団塊の世代がですね、まあ、後期高齢者となるような時代以降もさらに伸び続けることができる事業というところになっています。で収益性ですね、簡単にまとめておりますが、初期投資としては100万円未満
の超低投資というような形になります。でなおかつ営業利益率も 70% 以上出すことができますと。で、平均入居期間もですね、高齢者の方であれば、まあ、平均4年というところになっていますので、安定的にですね、ストック収入を得られるというところもポイントかなというところです。で、入生産性としてもですね、1人当たり2000万円というところで、安定収支を取れますよと。でそういった中で、まあ、10ヶ月でタンクロー、そして16ヶ月で投資回収というようなモデルを組み立てております。なので、まあ、こちらですね、詳しいお話をお聞きになりたい方はぜひセミナーの方にもご参加いただけたらなというところでございます。で、実現性というところですね。で人という部分、まあ、あの人、物、金、情報、4つのポイントに関してご説明をしますが、人に関しては専任の営業マン1名から事業がスタートできます。で物に関してはですね、まあ、帳票類であったりとか、まあ、施設の紹介パンフレットなど準備する必要はありますが、まあ、そういったものがあれば事業展開はできるかなというところです。で情報ですね、こちらに関しては、まあ、証券の情報であったりとか、そのエリアの中にいる競合の情報というところはしっかり押さえておく必要があります。で最後お金というところですが、まあ、初期投資は、約100万円程度の金額をかければ事業をスタートすることができます。で黒字化までのランニングコストを300万円ぐらいだと仮定すると、初期投資としては約400万円ぐらいの費用で事業を展開することが可能になります。で競合優位性というところですね、こちらに関しては一つポイントとしてはですね、本業、皆様がすでに展開されている事業との相乗効果を発揮しやすいというのもこの空き家活用ビジネスのポイントではないかなというところです。で入居者さんをですねどんどん増やしていくことができれば、これがですね、まあ、プラットフォーム、要は顧客層とし自社の顧客層としてのプラットフォームになっていきますので、それこそモデル企業の方がご紹介させていただきましたが、あちらと同じようにですね、その入居者さんに対してのサービス付加という形で事業を展開することができれば、さらにですね収益アップ、そして他社との競合性を競合優位性をですね高めていくことができますよというところになります。で理念との整合性というお話になりますが、こちらに関してもですね、まあ、よく三方よしとかそういうお話もありますが、まずもって、そもそも施設どういったところに入ればいいかわからないという情報不足の高齢者さん、そして、行き場をなくしたですね高齢者の方を対象として、空室に困っているですね住まいを活用しながら、社会的な課題ですね、それこそ空き家問題ですとか今の高齢化問題というところを両面で、解決していきながら社会貢献を果たしていくというところで、非常に社会性も高い事業になっていますので、ぜひご参入を検討していただけたらなというふうに思っております。はい、ではですね、こちら以上でシニア向け空き家活用ビジネスの解説を以上とさせていただきます。はい、それではご清聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回のビジネスモデルに関しては概要欄からも詳しい情報をご覧いただけます。今後も様々なビジネスモデルを紹介していきたいと思っておりますので、ご関心のある方はぜひチャンネル登録お願いします。Thank you.